加藤貴之今季登板終了。国内 FA 権は何も考えていない。日本ハム左腕エースの加藤貴之投手が6回無失点の好投で今季の登板を終えた。本当にタミヤのおかげと今季初めてバッテリーを組んだタミヤに感謝した。3年連続でシーズン規定投球回をクリアした加藤隆は今季取得した国内 FA 権についてまだ終わったばかりですし、何も考えていないですと話すにとどめた。球団はシーズン終了後に正式に複数年契約を提示して残留交渉を行う予定だ。何も考えていない大嘘。内々で話し合いもしてないのか。球団は打診したけど手応えなかったのかもしれん。FA 基本事前は感度だから表には出ないぜ。そんなのペラペラ喋るかよ。加藤に残ってほしいと思う気持ちと、こんな弱小チームにいても高みを目指せないし損するだけなので出ていくべきという気持ちが戦っている。複数年契約とは言っても去年から成績落としてるから確実に年俸大幅増とはいかないよな。この球団複数年プラス初年度再契約金、翌年からは実績オプションは普通にあるぞ。出来高込みで3年10億前後が最低ラインだろうね。宣言したらそこからさらに上がる。宮西の時も8割くらい出ていくと思ったら残ってくれたし、加藤も絶望するには早い。ただ当時よりチーム状況は確実に悪い。状況悪いから性能良い選手は迫り出せるが、異次元交渉来たらどうにもならん。加藤がハムに残るべき理由が1ミリも浮かばん。加藤のキャリア無駄にしすぎ。